白い壁。ワンアン、ワンワンアン、ワンアン、あ。いいよ。よいしょ。いや。ちょっとね。すいません。ちょっといろいろしてて。今。若干突然始めて、ちょっと今頭を整理しましょう。何しようとしたんだけど。あ、そうだ。ちょっとさ、そう、聞きたいことがあるんですよ。こんばんは。すごい、いっぱい星投げてくれる。ありがとうございます。で、聞きたいことがあるんですよね。ツイッターにショールームやってるってよみたいな、あれってどうやってやるの？どうやって、なんていうか、どうやって配信中みたいなやつってどこからやるの？あ、全了解。どえーに伝わ、あ、ににかんかんにかんかんだたおちえんと了解。お知らせ、なんかさ、例えば配信中、あんまり配信中、なんかみんなよくさ書いてません？好感谢谢。なんかさ、何？どれ？なんで説明すればいいの？中文越来越好。真的吗？開始。豪快じゃないよ。増快ね、多分。ライチの部屋から来ました。ありがとう。ツイッターのアイコンをしてる。なるほどね。ツイッターのアイコンを押せばいいの？それどこにあるの？ツイッターのアイコンどこにあるの？レイチルームから来てくれた人が。すごい。何？で、誰か教えてくれますか？見てる方はツイッターアイコンがあるけど。どこにあるんだろう。どこにあるんだろう。わからん。青いとツイッターのアイコンでしょ。それはわかるよ。なんだ、どこにあるんだ。ちょっと待ってね。あるっぽい。ちょっと待ってね。どこ？ツイッター。星がずっと流ってる。流ってるじゃない。星がずっと
投げられてる、みんなありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、ツイッターもショールームも初心者すぎて全然わからないんですけどね。あれ？これじゃないな。ちょっと待ってね。かわいい。よし、なんだっけ、ツイート、ツイートできたかな。ちょっとツイッター見、ツイッターツイッター見てきてください。誰かツイッター見てきて、できてる、これ合ってるのか。できてる？本当？やったー。ではちょっとこちらでコメントを見ましょうね。ね、忙しい今日とっても。なんかファンのみんなに見える部分で全く動けてないけど、結構意外になんかいろいろとしてて、そうなのですね。わ、みんなほんと星が鳴り止まないよ。みんな優しいの、ありがとう。コメントを読もう。今日サトネとユナナの写真見た？見たよ、もちろん見た。思わずなんかユナナのストーリー、インスタストーリーかなんかで見て、思わず何ハートマークみたいなの送っちゃったもんね。なんかインスタストーリーに返信とか全然しないんですけど、ツイッターフォローしました、ありがとうございます。このタイミングで、あー、いやいや、どうですか皆さん、読みました？そのショールームのなんていうか説明、そのイベントの説明読みました？アブダシントファーハオハオカンズナマ、イエーイ。そう、ごめんね、私話が途切れ途切れですね。じゃあまず、じゃあ気になってるであろう髪型の変化について。いや、これ気になられてなかったら結構寂しいんですけど、あのね、美容室に行ったんです、台湾で。で、何でしたっけ、夏だから明るくしようと思って、なんかデビューする時は新なんだろう、日本人だし、あと新グループだから、そのみんなの可愛さを邪魔しないようにちょっと暗めにしとこうと思って、ずっと暗めだったんですけど、なかなかデビューしないので、いや夏だし、私はおしゃれに行こうと思って、そう、夏だから、夏だからっていう理由、めちゃくちゃなんかチャラいけど、すごい明るくしたので、2年ぶりぐらいにブリーチして、こんな長い髪の毛をブリーチして、だから今すごいね、お気に入りの色、結構明るい、自然光で見るとすごい、なんだろうな、ミルクティーみたいな色で、そう、すごいお気に入りなん、あーお気に入りなんですよね。ね、さっきさ、ポイント稼ぐなら
カウントも必要重要だよって書いてあるんだけど、カウントって何？コメントもポイント、コメントもコメントもポイントになるんだって。みんないっぱいコメントしよう。じゃあまず、じゃあまずあれしよう。じゃあ挨拶しよう。皆さんこんにちは、 AKB48 です。違うな、え、なになに、50コメントもらった。なんだっけ、皆さんこんばんは、こんばんは、コメントでして、こんばんは。いやこれは本当みんなも大変だよ、てかみんなが大変だよね。でもね、私は負けられないんです。これ星が止まった、突然。みんなコメントにこんばんは、こんばんは。これが何カウントされるの、全然わかんないよ。なんかさ、ショールームの、なんせ TPE に来てからショールームを始めたもようなもので、全然ね、あ、嘘、 AKB って言う、全然やり方がみんなの方が多分詳しくて、だからちょっと今日は作戦会議っていうか教えてほしいんですね。ショールームどうやって頑張ればいいのか。そう、え、サホちゃん、本当にサホちゃん、本物サホちゃん、ヤンホー先輩、本当にヤンホー先輩、本物嬉しい嬉しい嬉しい、あ、ヤッホーだって、ヤッホーほー早い、あ、早いじゃない、長いだっけ。長い、タモちゃんありがとう。ちょっと待って、ゼロ、あ、長い、来た。嬉しい、サホちゃん会いたいよ、会議モバメ16つ、お疲れ。それだね、私も見たよ、応援してる、あ、モバメは見てないんだけど応援してるよ。私も会いたい、え、かわいすぎ、会おうね絶対。私日本にこのショールームを頑張って日本に行くから。みんな私とサオちゃんが会えるためにも頑張って。ありがとうサオちゃん。なんだっけ、そう、私そうだ、インスタも更新しようと思ってたんだ。ちょっと待ってくださいね、ちょっとショールームやってるよって、インスタ更新するから待ってて、星、ね、頑張って投げてください。ちょっと忙しいねこれは本当に。あ、で私のショールームを、あ、難しい、レイチがコメントしてくれてるぞ、レイチタン、レイチタン、私のレイチタン、これ向こうなの、今インスタ更新してます、待ってください。
した。よし、もう平気だよね。ツイッター更新した、インスタ更新したよね。 OK。 はあ、レイチさん何今1位なの、やばい大好きだけど負けられない、これはね、これはねちょっと負けられないんですよ。でそのみんなに、みんなにねお話ししないなって、お話ししないなじゃない、レイチがコメントしてくれるのありがとう。レイチたんかわいいね。レイチはね魔王が選んだちなみに魔王がとはなんかね、さっきツイッターで魔王が安倍さんファンのみんなって書いたら、魔王がって挨拶なのっていうコメントが来て全然対話で挨拶でもなんでもなく、私のファンの人の呼び方ですですね。インスタストーリー更新したの？そう、更新したよ、見てね。はい、ですね、ありがとう、星ずっと投げてくれて。そう、私もういいかな、始まって20分だけど、因縁を話して、我可以说为什么我要努力的，因为我可以说因为待って、わかんない。まだ更新されてない？嘘でしょ、ちょっと待ってよ、本当だ、されてないねちょっと忙しいな、忙しい、ちょっと更新してる間にちょっと冷えるもの取ってきます。このねこれね、台湾の喉痛い時とかに舐めると、あ、インスタストーリー更新されましたよ。喉痛い時とかに舐めるなんか薬みたいなやつなんだけど、私のさっきねここをやけどしたんです。腫れてるでしょ、さっきやけどして、そうお鍋作ってたらやけどして、で保冷剤なくて、私のお家に、まあもちろん一人暮らしでいいとこのケーキとか買うことないじゃないですか、だから保冷剤がなくて、でどうしようって思って、あ、これなんか保冷剤の形に似てるって思って冷凍してみた冷凍して今このやけどを冷やすのに使ってます。痛い、あ、ストーリー見てくれたの。ストーリーはね、そう、なんか途中で切れてると思うんですけど、あれは今ショールームしてます。本当は待って止まってると思うんだけど、本当は何だっけ、本当は前撮りです見てねって言ってました。どうでもいい。じゃあもう話していいかな、20分経ったので。今回のことについて話しましょう。今回はその概要というか、どういうふうに応援していただければいいみたいなのは、あれを
その私のこの横に多分あるんですよね、TGC 出演権オーディションみたいな、なんかそれを多分見ていただければわかるかなって。ジョンウェン、イエヨーマン、クシボー、ボフォエ、ボフォエ、ショー、え、タワーが、ねえ、本当にありがとうございますね。本当にありがとう、みんな。4位だって、でも1位じゃなきゃダメなの。でも待って、ありがとう。誰タワーくれたんですか。ねえ待って、みんな優しすぎて泣きそう、本当に。え、これタワーが、え、これ何本？ 2 本。ありがとう、誰？田口さん。田口さん。田口さん、ありがとうございます。あと誰？タンク。嘘でしょ、タワーなんて立ててくれたの。この前も言ったかな、ごめんね。ありがとうございます。頑張ります、ちゃんと。みんなに会いたいし。そう、で、その、ショールームの応援の仕方とかは多分、なんですか？ショールームの、その、サイト？よくわかんないけど、ありましたよね。で、それをみんな見ていただければ多分わかると思うので、なんで私がここまで頑張りたいかっていうのを、そう、今から説明します。なのでちょっとコメント読まないかもしれないですけど、ちょっと今からちゃんと説明させていただきます。我中大家听得懂吗？我现在开始说为什么我要努力。はい、説明します。これはですね、東京ガードコレクション、日本で東京ガードコレクションというファッションイベントがありまして、で、それ私はそれをね2006年に初めて見に行ったんですね、ママに連れられて。なんかママがもともとファッション好きで、で多分連れてってくれて見に行ったんですよ。でそこでおしゃれに目覚めたわけです。私は2006年に何歳だろう、18-6 12年前でしょ、10歳かな、小学生かな、小学生、そんなことある、小学生の時に東京ガードコレクション見に行き、おしゃれに目覚めました、2006年に。でそれから毎年 TGC に通ってて、で2009年に山田優さんがトップバッターで出てきたんですよ。でもう私の語彙力じゃ足りないんですけど、説明できないんですけど、もうなんていうんですか、もう衝撃、なんだあの素晴らしい人はって思って、その山田優さんに感動して、本当ですよね、感激、心を動かされて、で私はああなる、モデルになるっていう夢を持ちました。 TGC を見て、 TGC のその2009年に山田優さんが初めて、山田優さんが初めてか分かんないけど、2009年にトップで歩いてきた山田優さんを見て、私もああなりたいって思って、だから TGC モデルになりたい、 TGC をトップで歩くっていう夢を持ったんですね、2009年に。だから9年前かな、そう持ちました。でだからそこから私は芸能活動をしようと思い、でいろいろなんか、でもまあどうし、なんかああなれて思っ
て、で翌年篠田麻里子さんというモデルさんが AKB のことを知り、お母さんがで、モデルになれるオーディションだと思い AKB のオーディションを受けそして AKB メンバーになりました。つまり私はその TGC に2006年に初めて行って、毎年通い、2009年に山田優さんを見なかったら AKB にもなってないということなのです。伝わってますか？そうだから、そう本当にね、そうだから TG その篠田さんのブランドでガールズアワード出させてもらった時とか、なんかわっ TGC じゃないけどランウェイ立ってるって思ったり、いろいろスープとかモデルやらせてもらったり してモデルにはなれたんですけど、私がその最初にモデルになるって決めた時に決めたのは TGC でに出る、 TGC でトップで歩くっていう風に思ったから、そのモデルにはなったけど叶えてはなくて、ずっとで、そうだから、でそう AKB が前に多分 TGC で歌ったりとかなんかしてましたよね。してないかな。その時とかもうわなんで私選抜じゃないんだろうとかすごい多分思って、ガールズオーバーとかのわかんない忘れちゃったけど思って、そうでうわ悔しいって結構いろいろ思って AKB 終わりAKB 終わり TP に来て、まさかのこのタイミングで、え、TGC に出れる機会ってなって、いや、これは譲れない、譲れない、譲れないっていうことです。っていう、あれです。ジーフェイ、どれ？どれどれどれ？だから、譲れないの。そうなんですよ。伝わってるかな。なんか頑張ろうねとか言ってくれる人がいて嬉しい。なんか今2位ってこと誰1位？誰1位？レイチか。くそー、レイチに、レイチタン、レイチタンと来そうと。で、そうでですね、そのでなんで私待って、何話そうとしたんだっけよくご存知で、初めはモデル志望だったから AKB がやる気がなく見えたよね。そうなんせ私はモデルのになれると思う、オーディションだと思って AKB を受けたので、ちょっとそうなんですよね、そうなんですよ。でだからそう AKB のそのそういういろいろなことにあんまりなんていうか、まあそもそも争い事が好きじゃないとかいろいろあるんですけど、苦手とか別に一番じゃなくていいとかあるんです、いう性格っていうのもあるけど、そうだからそこまで本気になりたいものがなかってこんなこと言っていいのかな、わかんないけど、だから初めて
あ、これだけは本当に譲れないって思ったから、そうみんなに伝えたし、伝えようと思ったし伝えたし、でこれから頑張りたいなって思ってて、でなんと今なんかタワーが誰？え、待って誰？ね、教えて誰？見えないんだけど。田口さん？え？田口さんありがとうございます。そんな嬉しすぎて嬉しすぎて、ちょっとみんなの協力体質、なんか応援してくれ、本当になんか怖かったんです、勇気がいるんですね、頑張りたいって1位になりたいって言うことも言ったことなかったから、だから本当なんか応援してくれて嬉しい、ありがとうございますみんな、田口さんみんないろんなギフトをありがとう。やばい、でコメントも、最大3名いけるみたいですよじゃないの、1位じゃなきゃダメなんですよ、1位じゃなきゃダメなんですよ本当になんかこれはなんかそのそう1位じゃなきゃダメなんですよ、だからそうなんかそもそも自信があって1位じゃなきゃダメって言ってるわけでもなくて、本当に譲れないって心から思ってる、本当に本当は不安なんですけど、でもみんなが今こうやって言っている、応援してくれてるのが本当に嬉しくて、さっきまでもう本当なんで私1位とか言ってるんだろうとかすごい不安だったんですけど、私なんか正直今握手会もしてないし劇場もないしファンミーティングも全然今未定だし、SNS でしかファンの皆さんとつながってないので、なんか思ってなくても書けるじゃないですか、だからなんか本当になんか興味、私のことまだ興味あるのかなみんなとか結構不安なんですけど、そうだから握手会が特別好きって思ってたわけじゃないけど、本当にないとないで、あ、不安なんですね、すごい SNS しかないって不安で、そうだからみんながそういう応援してくれてすごい、ねえちょっと待ってください、私の景色がおかしいよ、嘘でしょ、ねえ怖い、嘘でしょ、影安さん、嘘でしょ、感謝かなんかどんありがとう以前の言葉が分からないんですけど、本当に本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、1位になった、やったー1位になった、ありがとうございます、いやー嬉しいです、なんか1位になれ、いや本当に嬉しい、なんか
本当にありがとうございます。こんななんかもう嬉しい、1位ももちろん嬉しいし、なんか私がこうやって頑張ろうって言ってみんな頑張ってくれて、しかもさほちゃんもさっき来てくれたし、なんかさっきツイッター見たらさとねもなんかリツイートしてくれたり、いずともリツイートしてくれたり、なんか今一人で台湾来てるんで本当に一人なんですけどなんか日本にももちろん台湾にも応援してくれる人いて嬉しいし、なんか一人じゃないって思いました今。嬉しい嬉しい、ありがとう。ちょっと水飲みます。いや、あのね、配信する場合は告知として、あの私そう1位にしかなりたくないので、そう今が頑張ろうよし頑張ろうショールームやろうって思ってるんですけど、あのどういうやり方が皆さんにも効果的でなのかなっていうのを知りたくて、なんせショールーム全然黄みだれに出てたぐらいで、自分でのショールームの頑張り方が分からなくて、だからどういう風に、そう、それこそ作戦会議したいんですけど、どういう風に、何日まででしたっけ、何日まででしたっけ、2回言っちゃった、何日まででしたっけね、14日だっけな、なんか それまでどういうやり方で14日、十四号、谢谢、どうやってやろうって思ってて、時間を毎日やるべきですか。あのその聞きたいのが、その星とかって集めないといけないじゃないですか。だからあのちょっと一回こんな喋りますね。星とか集めなきゃいけないじゃないですか、みんなもね。だからってなると、その1日おきとかまとめて、じゃあ私月曜と日曜近いな、月か水木金と、いや月曜、うん、日曜と金曜、んそれも近いな、わかんないけどボンボンって して集めたものを発揮していただくか、毎回ちょっとずつやっていくか、何がいいんですかね。毎日星は1時間経てば集められる、そうなの、なるべく長い時間配信するのが一番、ちょっとずつ毎日、なるほど、台湾の人たちを味方につける、どうや、台湾のダーチャイエー、シーシー、回数多い方がいい、15分毎日、長くやったもん勝ち、なるほど、じゃあ毎日やりたいんですけど、なんせ私たち自由に決められないんですよ。
よし、なんか AKB のメンバーってAKB のメンバーってよし今からやりますって言ってできると思うんですけど、私たちって事前に申請してとかもう運営サイドが決めてるとかで、だからどうやってやったらいいんだろうか、結構なハンデですよね。なんか私それこそみんなと一緒に入ったあれじゃないから最悪異端児で、最悪正直最悪革命を起こすこともできるんですけど、自分がやりたければね、それでいいと思えば急に申請しないで配信するとかさ、そういうのってできるっちゃできるんですけど、正当じゃないじゃないですか。みんなと正々堂々戦いたいんですね。絶対1位にしかなりたくないけど、なんかみんながと同じハンデを負わないとなんかちゃんとした感じしなくて、だからどうしよう。できるときは1時間とか、どうしようかな。みんなじゃあてか基本的にそう、そもそも皆さんももちろん自分皆さんの生活があるように、私もそのいろいろな合間を縫ってって考えて、急にあ今できるっていうのができないとなると、やっぱり夜が一番やりやすいかなっていうか、一番あれなんです、確実なんですけど、夜どうですか？夜何時ぐらい、何時から何時ぐらいがいいですかね、みんな。毎日何時でも大丈夫。今日の時間どうですか？今日の時間今くらい？じゃあ日本って今でも日本もう11時ですよね。姫がいる姫、台湾はそう、台湾では 10時から始めたんですけど、日本だと日本、あ、じゃあはい、質問です。に日本時間で、あ、じゃあ投票とかって意味あるのかな。日本時間で台湾的時間、あ、い、台湾的時間九点、あ、不是、是九点開始、あ、台湾的时间是10点開始、1投票します。1日本時間なんて言った、九点是不是一台湾的时间，待って、マイナスプラス、バーディアン開始、あ、ジョーディアン開始で、1
投票します。1位、9時から2、10時からいきます。 A、 そう、ワンシャン、ワンシャン、夜です。夜。では、スティッチ、これ本物？スティッチ、ワンシャンハン、え、何？にってことは、日本時間10時からですかね、合ってる、シューマン、日本時間10時、合ってる。スティッチ開始します。開始。台湾的时间9点，然后日本時間10時から。うん？ですか？え、でもなんか遅い方がいいってコメントがありますよ。なるほど。日本のみんなは12時、24時までしかできなくて、私はマイナス1時間あって、日本で見てると25時までできるっていうこと？遅い方がいい。ニーハー。なるほど。なお、もっと、時差を有効利用。でもさ、みんな起きてますか？1時まで。1時まで起きてますか？遅いと無理もあり。みんな優しいね。起きてくれるの？起きてくれるの？14日まで起きてくれます？起きてくれる？そうだから今総選挙期間なんだよね。本当に被ってて、もうなんで被すんだって私も何度も言ったんですけど、そう、みんなのこと、ゆずかん、姫、スティッチ、みやび、ピンハのことも応援したいのに、なんで私も頑張ってって言わない、頑張りたい機会が今なんだっていうね。じゃあ、どうなんだろう。起きてくれる？たった2週間なら頑張れる？本当に？優しい。じゃあちょっと待って、何時にしたらベストなんだ。相変わらず星投げてくれてありがとうございます。23時から24時半まで、つまり今日ですか？今日の時間？今の時間？アビバナ食べたら頑張るって。みんな優しいな。安倍さんの生活リズム大丈夫なくらいがいいよ、きって。どんだけみんな優しいんですか。いやー、じゃあちょっと待って、整理しよう。今日は私
10点開始11点半到10点開始到11点半でしょ是吗そうだよねってことは日本時間11時から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 12時半ってどうですか12時半どうですかどうですか問題ないよ OK よきなんかね最なんか1時間半ですねなんか毎日あ質問ないいですかじゃあ私それで今日と同じ時間で毎日あのでもちょっと何日前だっけな3日か4日まではなんか決められててできないんですけどでも不利どうしようちょっと追加させてって言えるものでも不利じゃないですか私だけさそうやってでもやる気何これどうしたらいい人突然お仕事あったりしないの それもそうなんですよだからお仕事の関係でできない日があってで来週に多分できない日が2日あって夜ねそうルールは守りたいじゃんだってねポイント集めるのに1時間経ったら1回切った方がコメントの50ポイントみんな聡明ですねめちゃくちゃ頭がいいじゃあチェーディン好時間線 OK あーなるほどじゃあ私ができるできる今できるできない日をその日の朝にでもツイッターに書いておくれればなるほどで1回切ったりしてますからねあそうなのじゃあさあと30分私今1回切ってみるとかありってことそういうこと1回切るってそれは違うそれは違うありよりのあり30分あと30分今はダメ違うありくいやどういうことねみんなちゃんと教えて15分開けないといけないのじゃとりあえず今日はやめよう私まだショールームの今ショールーム情報がバーって入って全然覚えてないからそうなんかその今だからだから待ってねじゃあ分かった私は決めましたできるでとりあえず毎日
って今から申請して間に合う日からは毎日夜の日本時間11時から12時半までやります。台湾的时间是十点开始，十一点半到十一点半，每天有每天开直播，然后，で、あ、これ無理だこれって思った日は、無理だこれって思った日は、それどうしたんだろう。無理だって思った日どうしたらいいんだろう。私だって帰れないんでしょ。え、帰れんのかな。25時までの方がいい。なんかね、事前に申請しないといけないから、え、急に今できるやろうってできないんですよ。さっきも言ったんですけど、だからI内に配信切ってもカウントはリセットされないけど、1時間以上配信してから切るとカウントリセット。申請は毎日出しておいて、その時間帯に少しでも配信すればいい、ね、あのね、できないってダメなんですよ。例えば、そう、それこそ申請先にもう、それこそ、そしたらもう1日中申請します。これどう？あ、でも一日中申請しますで、一日中やらなかったらダメなんですよ。一応やらないとダメなんですよ。でも私今思ったんですけど、一日中申請してもうみんなにツイッターで今からやりますって毎日言うはありなのかな。え、どう思います？どうなんだろう。なんか全然なんか急にさ配信できないの本当だよね。一日申請して一日やらないといけないのか、じゃあ聞いてみますね、とりあえず。で、ダメなのかな。そう、じゃあそれがダメだったら、じゃあ一回確認します。それ私の宿題、待って、宿題はねちゃんとメモろう。ノールールノーライフみんな結構ちゃんとしてますね。で、確かにそれでいいなら申請の意味ないもんね。で、そう、もうダメだとした場合、さっきあったんですけど、10時から10時から15分以上配信して、10時
習で1時間休暇した。え、あのさ、質問なんですけど、なんで15分以上なんですか？15分以上じゃなきゃダメみたいな、そういうのがあるのかな。15分って何？何の15分？申請はね、時間もなんですよ。ってことは無理だよね。今こちら11時1分です。15分以上はイベントのルールにか読めよってね。すいませんでした、スラッシュオルムさんのルール、すいませんでしたちゃんと読んだつもりなんですけど、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいね。相変わらずだよね。ナーナちゃんがリツイートしてくれた。本当にもうみんな優しいな。日本帰ったらもうどうしよう、みんなにとりあえず謝礼を、まあ、っていうかとりあえず1位になって富山に行くしかないですよね。もうそしたらみんなに会ってちゃんと、そう、私、そう、関係ない、関係あるんですけど、そう、あまりにも何もないじゃないですか、SNS しか、ショールームか Twitter かインスタかしかなくて、そのみんなもに応援しがいがない。それこそ私がすごい女優さんとかだったら何もしなくても自然に生きてたら見れるかもしれないけど、 SNS 探さないと見れなくて、 SNS しかやってないから、なんかみんなにもちゃんと今の私を、それこそ23歳になって会えての一日だけですよね。だから台湾のみんなとは一回会えたんですけど、オーディションの時に。だから富山に行くしかないし、みんなも富山に見に来るしかないですよないと思うんですよね、本当に。私、そうなんですよね。アベマは0時過ぎてもいいのね。そうなんですよ。そう、私は今台湾にいて、台湾は日本時間プラス1時間なんですよ。あ、マイナス、日本より1時間遅いんですね、時差が。だから私まだこちらは11時なので見れるわけなのです。はい、今日はアーミンの誕生日。そう、アーミンとメールしたよ。突然のコメント読む。おじさんは TGC 入場不可にはならない？あ、どうなんですか？わかんない、私それ知らなかった。 TGC おじさん入れないの？男性はごめん、あ、そうなのごめんね、おじさんたち。でも、そんな情報みんな分かんない、まだ分かんないよね応援する気があれだからね。男性同伴まあ、そこはまあ置いときましょう。だってそれは1位にならないと出れる、そのおじさん入れる入れないの悩みも1位になってからですからね。みんな14日にまでわからないから
そこはねもう一応置いときましょう、とりあえず。でなんか今一回切ればってコメントがあるんですけど、どうですか、一回切るも切った方がいい？どうですかね、どう思います、どうですか、切った方がいい？1名、今は違う1名、怖いよ。え、なぜ、なんかね一回切っ、そうだね一回面白い人がいる、一回切る作戦は一回切る作戦は一回調べてからにしよう、ほんとその通りだと思う、そうしましょう。はい、私が大人になっててよかった、前だったら多分瞬発力命で動い、瞬発力命で動いてたからすぐやってたと思うから、よかった大人になってて。タワーが消えちゃうのは嫌だよね、小細工せずに楽しむそうだよね、そう、私ルールは破りたくないんですよね、だってみんそれじゃ勝っても嬉しくないから、だからみんなと正当に頑張ろうと思います。で私、あ、そうだ、で台湾の終点だから22時、JP 23時から。え、ちなみになんですけど、ちなみに質問していいですか、あのなんていうかなんだっけ、一時もし多分なんですけど一日に何回もってできないんですよ、その今までの感じだとその一日申請してできる時間にやるも絶対ダメなんですよ。で、だから毎日今から申請して間に合う日にちから毎日1時、日本時間11時からやりますってなったら、今日みたいに一応1時間半って、なぜ何の時間かわかんないけど1時間半って聞いてて、だから1時間半って言うと日本だと12時半じゃないですか、だからで私は25時までできるんですよ、だから2時間やった方がいいですか、それとも1時間半、2時間は辛い、1時間半の方がいいですか、どう思いますか皆さん。24時から25時がいい、その1時でも1時間半やんなきゃいけないんだよね、ん、カウント50、何何、なんかすごい今切ってってすごい言われるんだけど、切ってって何、気
んだ方がいいと思うよ。更新したの。え、なになになに、ちょっと待って、どうしたらいいの。私は切るべきですか、切らないべきですか。はい、切る、切る、切るでいいの、切るでいいの。ねえ、私わかんないよ、どうしたらいいの。切らない、切らない、あんまり変な、確かにランキングチャラになるよね。それ申し訳、じゃあ分かった分かった、今は切らない、今切らない、今、今日は切らないね、もう統一、今日は切らない、今度から考えましょう。で、そうだよね、やばい、中井梨花ちゃんのファンの人が教えてくれてる。私中井梨花ちゃんめっちゃ尊敬してるの。いい、切る前に、中井梨花ちゃんが言うんだったらさ、そうだよね、そう、中井梨花ちゃんは本当にすごいと私は思っているんですよ。本当にすごいし、でもとりあえずさ、そうね、とりあえずごめんね、中井梨花ちゃんのファンの人ありがとうございます。とりあえず今日私頭悪すぎるんで、今日は今日は今日はいい、いい、いいので、今日はやめました、そういうのはね。で、そうで、さっきから一回時間、一回開けるのはっていうのがあって、っていうのは私は日本で言うと24時から25時の間が結構いい時間帯とみんなさっき言ってて、で20だからそのちょっと前に、その切る方式で言うと、そのちょっと前にもうやってて切ればいいのかな。え、だから例えば、え、無料の星は集める時間をくださいっていう意味だと思うよ。ひどい、無理だよ、アベマの頭で踊って。分かってるよ、私も今混乱してる、とてもどうしたらいいのか分かんないもん。だってショールームやったことないから。ちゃんとやったことないから、
でも1回に1時間以上やらなきゃいけないってこと？15分以上で OK。 23時から24時、24時で一旦来て24時から25時。すごい、みんないろいろ教えてくれる。18歳未満の1時間に1回カウント50アンド星500個投げられます。1時間半開けないといけないんだ。なんでみんなハネニャンこんばんはって言ってるの？ハネニャンいるの？ハネニャン本当？本物？ってことは1時間半以上開ける、1時間以上開けるってこと？1時間半だっけ？1時間開けるんだよね。ってことは待って、私すごい頭使ってる。中国語の勉強ぐらい頭使ってる。1時間以上開けるってことは星投げてくれてありがとう。星投げてねって投げられないのかも。他の人、中井さんに聞いた、聞きたいよ。中井里香ちゃんに聞きたいよ。1時間以上空けてってことは、でも私はだから23時から24時まで確実に確保して、だから違う、23時から1日に何回もやっていいかをまず聞いて、ちょっとメモ、1日に何回、1日に何回もやっていいかを聞き、23時から25時、違う、23時から25時、私は今台湾にいて1時間時差があって、みんながご飯代を節約してギフトを投げたらいいと思う。だってさ、姫が何に困ってるって、ちょっとね、我不聪明所以我对ショールームの事情我对我ショールームの事情很難，所以我现在想一想，可是想不出来。我要的，我应该要的办法。そうなんだよね。総選挙があるんだよね。明天我帮你上，谢谢姫。いや、中井さんとかはもやし生活らしいよ。ね、本当に面白い、中井里香ちゃんって。どうしよう、うちはどうする、うちはどうする、みんな。
時差が有利なこと分かったので、だからそう、私もだからは納豆はね、台湾めっちゃ高いですよ。一パック300円以上するかな。泣きです本当。マリアちゃんの無理のない時間にしたらっていうみんなの優しさ。だから私は今一回考えた、私がだからメモしたのは、1日に先生してできる時にやるのはありか、1日に何回やって何回やってもいいかっていうのと、あと基本的に毎日今から申請して間に合う日にちは基本的に22時から、え違う、日本時間23時から25時、えそんな長い、23、24、25、あ2時間か、2時間、えで私は10時からだから、11、12、12時までってこと、毎日メイクしなきゃいけないよね、すっぴんはさらせない、メガネ姿もさらせない、なるほど。いやでも頑張るって言ったしな、2時間やる、2時間やる、私2時間やる、安倍さんの時間、安倍さんの安倍さんの時間予告を把握してファンが逆算して星を集めたらあんまり考えなくても大丈夫だよねえ指かそうかっていう人がいる、ひどい。あとはマオグレたちが何を食べて生活すればいいのか決めないと。長い、じゃあ分かった、私20でも24時から25時が有利なんですよねってなったら、じゃあ質問、じゃあ何、必ず2時間前には配信時間を通知すること、待ってメモして、必ず配信時間を2時間前には告知する、必ず配信時間を2時間前には告知する、で同じ時間にしますね。今日さ土曜日だけど、え土曜日だっけ、金曜日だ、金曜日だけど平日もこの時間でもみんないいですか、大丈夫です。ありがとう。じゃあ今日と同じ時間ね。22時から22時から、私は今台湾にいるので23時半、23時半日本だと23時から24時半、24時半30だよね。みんなメモした24時から
24時半だよ。わかりましたか？何よりありがたいのは安倍さんの決めた時間に配信してくれること。それだ、私が遅れるとかそういうのがダメなんだよね。ちゃんとそれはちゃんとします。14日までだもん。14日までは毎日ちゃんとする。ちゃんとが言えない。ちゃんとします。在台湾的大家我每天十点开始到十一点半开直播，所以大家要来看哦。谢谢。听得懂吗？听得懂吗？好哦，谢谢。中文说的好好，听得懂，谢谢。姫が好。姫も暇だから見てね。星投げてね。好的。我会每天来看阿布的，谢谢大家。会看，会来看的，谢谢，没问题。可是啊，可是我明天跟后天我不会开，我不会开，什么什么，开直播，所以下次是六月十号，九点半到十点，啊，十一点，可以吗？记得吗？とりあえず今ですね、私今は今は行ったのは明日と明後日が私できないんですね。もう申請とかの問題とか、あと仕事とかの問題で、でだから次の配信時間は私6月4日月曜日、日本時間10時半から24時。なんで私24時までなんだろう。24時からなのにね、何にも知らないで決まっちゃったんだな。でもそれを変える、今からは多分変えられないし、みんなに申し訳ないじゃん。だからみんなと公平にやろう。だから5日から、でも6、7が私多分できないんですよ、仕事で。だからいや、泣かない。だから4日まではないです。やばい、もう終わっちゃう。 2、3はありません。次は4日です。で、4日は日本時間10時半から24時までです。これはもうまたツイッターに2時間前までに絶対書きます。で、5日からはちょっと分かんないんですけど、申請してみます。運営の人にいろいろ聞いてみます。で、できることなら日本時間11時半から、違う、11時から24時半までやろうと思います。ということで、もう時間です。今日は、1万人も超えてる。久しぶりだ。ありがとうございます、みんな。で、今日はタワーをなんとこんなにいただいて、で、ランキングは1位加減さん、2位田口さん、3位タンクさん、タワーありがとうございます、4位翼なんちゃらさん、5位あーさん、ありがとう、頑張ってくれてって感じで、
すみんな本当に本当にありがとうございます。どうやって、あれ見れなくなっちゃったぞ。スクショ、タワーすごいから、タワーすごいからさ、写真撮ってくださいで送ってください、ツイッターで。せーの、撮れました。ということで、みんなありがとうございます。本当にいろいろ協力していただいて、初日から1位にちゃんとなれましてした。でも土日とできないことで、また月曜日に頑張りたいなって思います。月曜日までにいろいろ調べます。みんなもいろいろ調べてくれたら嬉しいし、教えてくれたら嬉しいし、何よりも見に来て星を投げて、あわよくばいいものをくれたりコメントしてくれたら本当に嬉しいです。それでは皆さん今日も快楽ルーメンでましょう。良い週末を、 Have a nice day ですね。良い週末を。本当に本当に今日はありがとうございました。14日まで頑張ります。おやすみなさーん。